睡眠時間を朝の7時と9時、夜の9時で1時間、30分1時間で配信してるけど、朝配信なしの夜8時から2時間にしようかなっていうのを考えてて どうでしょう 配信時間の話なんだけど、どうでしょうか。こんばんは。いい？だから明日からそうしようかなと思って。なんかちゃんとメイクしようと思った なんかいやでも朝は普通に平日はいつもより同じ時間に起きますけど、ちゃんと学校とかもあるから 本当？じゃあ明日から夜2時間にしようかな。またなんか土曜日とか日曜日とか3回とかできたらいいなとか考えていたりしてる。っていう感じ。ちょっとやってみるね。なんか今まで1時間半っていう制限があったじゃん。あったけど、なんか配信続けてて、なんかずっと1時間で慣れてたけど、慣れてたから1時間以上話すって結構なんかあれかなと思ったけど、割となんか話足りなくなることも最近あったから、あったなと思って。まあでもそれが理由ではないんですけど そう、なくな今まで1時間半までだったからあれだったんだけど、ということを話したかった っていう話。でもちょっとやってみて、またあれだったらいつもと同じく変えるかもしれないけど、ちょっとそこはそこでお願いします っていう ご報告でございました。そんな感じす。そう、それを話したかったっていうだけなんだ。ありがとうございます。でもなんかね、頑張ります なんか頑張ろうって思いました、今日すごく。なんか今まで別に頑張ってなかったわけじゃないけど、気を引き締め直して なんかショールームに限らずお仕事頑張っていこうってなんか今日すごい思って、って思って
ドル頑張ろうって思いました。なんかすごい超めっちゃなんか別にハートありがとうございます。なんか何そのちょうど1週間前とか5日前とか、まあ、1週間くらい前だけど、いやもうちょっと前からだけどなんか結構いろいろ思うとこがあって、でも何に自分が引っかかってるっていうのが分かんなかったんだけど、なんかすごいなんか分かんないけど、なんか急になんか何も分かんなくなって、なんかもうすっごいなんか何に悩んでるのか分かんなかったけど、ただただなんかもうすっごいいろいろ考えてた時があって、そうでなんか すごいなんかもう良くないことばっか考えてたんだけど、そこから抜け出してもう一回なんかもうちゃんと頑張んなきゃなっていう気持ちになったよっていう話。いやでもこればっかはなんかすごいちゃんともっと明確に話すとみんなが悲しみそうだからあれだけど、今は全然超もう前向きすぎて、前向きすぎていろんなお仕事したいなと思うし、もっと前に立てるようになりたいなと思うしっていう、すごいよ、めちゃめちゃ前向きすぎて今はすごく前向きすぎるんですけど、そう、でも今はめちゃめちゃ元気です元気元気元気です。ハートありがとうございます。そう全く関係ない全く関係ないです。なんかね、そうなんかね、今なんかあんまり公演以外になんだろう活動っていうのがあんまりあれだから、なんかちゃんとそういう時間も上手に使わなきゃなって思ってるとこ。難しいね、アイドルって難しいアイドル難しいなってすごい思うけど、好きだから結局結局今やらなきゃいけないことはアイドルだから。こんばんはそうよ、はい、ありがとうございます。しきありがとうございます。こんばんはそう難しいし、なんか考える時間が前より増えすぎて、今まで考えてなかったことを
すごい考えるようになったから。ハのために何かしようとしてるの伝わってる？ありがとうございます。そう、でもなんか、すごい、でもなんかすごい、なんかみんなを喜ばせてあげてるかって考えたらそうでもない気もするしって思うけど、いつかできるように頑張っていかなきゃなって思うけど、ハートありがとうございます。喜んでるって思うけど、嬉しいだと嬉しい。そう、すごい、もっとちゃんと、なんか自分が向かうべき場所を明確にしなきゃいけないなって最近はすごく思うから、ちゃんとなんか自分のことをもっと知れるようになりたいですね。ちゃんと、なんだろう、やっぱり外から見た自分もを、自分もちゃんと自分の中で分かるようになんなきゃなって思って、ちょっとなんか自分が理想とするアイドル像っていうのが細かく明確に見えてないから、そこをちゃんとしていきたいなっていう思うところですね。そう。そう思うんです、すごく。いやでもね、ショールームは本当にすごく好き。一番なんかね、やっぱり今のこの状況の中だと一番みんなと距離が近くなれる気がするから。ね、青ってさ、本当にどうしても子供っぽく見えるんだよね。どうしたらいいと思う？すごく考える。なんか青ってどうしたらもうちょっと大人っぽく見えると思う？なんか別になんか大人っぽく急いで大人っぽくなろうと思ってるわけじゃないけど。ありがとうございます、じゃないけどさ、どうしてもなんかどうしてもなんか子供っぽく見えちゃうんだよね。なんかそれだとなんかあれかなって思って、いやでもやっぱりもっと可愛くなるしかないんだなって結局そうなっちゃう。まあでもそれもそうなんだけどさ。結局そう、なんかそれもそうなんだけど、顔かな、もう顔
そう。なんか顔が子供なんかさ、自分がさ子供っぽくなんかしようとしてないのに、どうしても写真とか見てるらめっちゃ子供じゃんって思う。だって何なんだろうね。でも本当に、あ、もう自分がムスすぎて最近本当に嫌で、なんかでもなんか青のこと好きって可愛いって言ってくれるのが嬉しい。あれだけど本当になんかもう周りが可愛すぎて自分が衰えすぎてすごく嫌になるんですよね。難しいけど、だからもうちょっと可愛くなったらもっと、でも可愛くなるしかないよね。そうなんだよ、それ可愛くなって悪いことないし、可愛くなるもっと。ごめんちゃってんな。そう、なんかもっとなんかみんなも好きで自分も好きなように人になれるように頑張るね。さとくなる、なんかさちょっとなんか悲しくなってきた。悲しいんだか嬉しいんだか分かんない。ありがとうございます。なんかさもっとなんかもっとなんかもっと人気になるにはなんかなんだろう、自分を何なんかなんだろうなんか自分を偽りたくないから偽りたくないから偽りたくないから自分をなんか偽ることあんまりしたくないけど、でもそうしなきゃもっとみんなになんか葵ちゃん欲しい？いやでもなんかそれも違うよなって思う。なんか自分の性格を隠してでもなんか隠さなきゃもっと上に行けないのかなって思うじゃないですか。
だから結局そういうなんかたくさんの人からたくさんの人に応援してもらえる、なんかなんていうの、なんかこのままちゃんと自分のままもっと上に行きたいけど、それって無理なのかなって思っちゃったかもしれない。難しい。ね。このままでいいのかなって思う。わ かんないけど。このままでいいのかなってすごい思う。難しいな。アイドルって難しい。でも好きだから続ける。やめたくないから続ける。なんか普通すぎて、なんかもうキャラとかが普通すぎて誰にもなんか何みんなはすごいさ応援してくれてるけど、普通になんかなんだろう、普通でない、普通じゃない、嬉しい、なんかすぎて青が思うのはね。ちょっとありがとうございます。青が思うのは、全然、なんだろう。なんか、普通すぎて、あんまりなんか、求められ何求められてるものじゃない気がするんです、私すごく。ちょっと分かんないけど、なんかそれこそ、MC とかってなんか頑張って上手に進めようと、進められるように頑張るけど、頑張ったけどなんか
それだけじゃダメな気がし、ただなんか、淡々とこなすのがダメな気がして。そう、難しいですね、すごく。ちゃんとします。なんかもう絶対すごい使いづらいと思うわ。使いづらいと思うんですよ、大人の人からしたら。っていう悩み。どうするキャラ。でもなんか全然青的には自分でなんか変にキャラを作ってるわけでもないし、なんか今は結構もう素の、今はっていうか前からだけど、もう素でやってるから、なんかそれが不安。なんかこのままこの自然体のままアイドルやってて大丈夫かなみたいな。このままやってて青についてきてくれる人増えるかなとか、なんか自分それがどうなのかなって。でも絶対作る、なんかちょっとそういうのはしないから全然。このままでいます。え、みもちん、みもに会いたい、あおんち来て。みもちん、やだ、メンバーに会いたい。すごいバカって言っちゃった。っていうお話。
ありがとうございます。ちょっとティッシュ持ってくる。ティッシュ持ってくる。鼻が噛みたいですけど、鼻噛んでもいいですか？はい、ありがとうございます。ひぶちじゃない、みぶち。ちょっと鼻が詰まっちゃった。よいしょ。こんばんは。ダメだ、あ、今日これで1時間終わらせちゃう。よくない。え、だってどこでこういうこの情報が回ってたんですか。ハートありがとうございます。これさ、ハートなんかあれだったね。3個目のハートが半分になってた。今気づいた。はい、ありがとうございます。え、ちょっと恥ずかしいな、なんかやばい。すごい、いや、でもちゃんと頑張りますね。アイドル頑張ります。今日負けですか？ということで、すごい、なんかごめんなさい。そうですね、11日の公演頑張ります。すごくみんながとても好きでさ、ほんとにみんながとても好き。もうなんかアマのこと応援してくれる人がいい人たちでよかった。ほんとにうれしい。
頑張ります。そう、今年はもっとキラキラ感を強めるから。ハヤタもありがとうございます。今年はもっとキラキラ感マシマシのアイドルになるから。一緒に頑張ろうね。青も頑張るから。すごい、もう頑張るでよ。そういえば3日前からプランクの長さを1分増やしたので、腹筋今月はたくさん鍛えます。キムの着たお団子売ってるイメージも貴重だと思う。よかった。頑張ってる姿ね、みんなに、なんか今公園とかしか、公園とかショールームとかがほとんどだから、だからなんか自分がちゃんと頑張れてるか不安になるっていうのもあるけど。腹筋の プランクの秒数を増やしました。なので一緒に頑張りましょう。すごいいいこと言うじゃん。すごい。チョコありがとうございます。ハートありがとうございます。頑張る。腹筋も頑張ろう。いちごありがとうございます。チョコありがとうございます。背筋も鍛えた方がいいの。背筋あんまりないんだよな。はい、ありがとうございます。ちょっとさ、すっごいさ、青ってすっごい筋肉質なのね。割とすぐ筋肉つくんだけど、なんか自分でも引くぐらい上腕二頭筋すごいの。なんかすっごい良くないんだけど。すごい良くないんだけど、なんかこうした時もここの筋肉すごくて、なんかでもなんかすごい、なんかめっちゃ
鍛えてるわけでもないのね。なんででもこうしてると普通なんだけど、腕こうやったらすごい筋肉出るの。でもあんま見せる機会ないよね。という。ちょっとそれが悩みなんだよね。上腕二頭筋がさ、思ったより鍛えられちゃうっていうのが悩み。最近の月をびっくりして、なんか前より今月から筋トレの量をちょっと増やしたから、こうやってやったら「へっ」ってなった。っていう話。中二頭筋ね、ここ、あの分かりやすいなんかマッチョみたいなやつ。そう、それがちょっと最近の悩みかな。力こぶができるんです、すごく。そう、その通りで、力こぶができるんですよ。腕相撲勝てへんかも。腕相撲ね、もしかしたら勝てちゃうかもしれない。それはないけど、腕相撲はすぐ手首折っちゃって怒られる。手首折るとさ、もうこうしかいかないから、こうやってルール違反じゃん。こうやってもうすぐ手首折っちゃって腕へし折られた。青が逆にね、普通なんか逆だけどね。でも腕相撲もそんな強くないの？もう強くなったのかな。前に比べると。そんなムキムキにはしないように頑張るよ。ちょっと上腕二頭筋鍛えられるんだよね、すごい。何もしてないのに。でも昔からそうだった。昔からっていうか、そう、今日ブロッコリー買ってきた。いいな。青は今ブロッコリーないや。トマトなら。握手会再開されたら手首、それはないかな。手首は折らないよ。腕相撲、みんなおと腕相撲するじゃん、握手会再開されたら。本何ページ？正確に言うとね、113ページまで読みました。この本、113ページまで。オータムポエムめっちゃ美味しいよ、すっごい甘い。なんかさ、茎の部分、味がブロッコリーに似てる気がするんだよね。食べたことない方食べてみてください。
アスパラナでも出ると思う。ほぼ同じなのかな。握力ですか。握力ね、そんなめっちゃ強いってわけじゃないんだよね。でも小3の頃9でした。いやこれはなんかそう、でもそれはちょっとその時本当に、いやでもそれはやばいと今では思うけど、小学校3年生の時握力一桁だったんだよね。でも今は19とか21とかだった気がする。でもそんな強くないよ。なんか30いくつとかの子いるじゃないですか、女の子とかで。そんなでもそんなことない。右が21とかだったかな確か。左が19とかだった気がする。ちょっとあんまりちゃんと覚えてないけど。小3で握力測った測った。30とかやる子ね、たまにいるんだよ。すごいよね。でもなんかよくさ、ニーヤンにすごい握力自慢された覚えがある。ちっちゃい頃手出してって言われて、めっちゃここを思いっきり握られた覚えがある。握力強いでしょって言われたことある。そういうのすっごい嫌だった。はい、ありがとうございます。私高校生 26.35 キロ。え、結構あるね。26ってすごくない？26 あ、でもいるかも。そう、こうやってニアが先にめっちゃここギューってやって、強いでしょって自慢された後に、あーもうやってみてって言われてやるんだけど、ニヤの手思いっきりギューってやるんだけど、弱いってすっごいバカにされて、そのもうそのそれをすっごい繰り返しやった覚えがある。強く握りしめすぎて。はい、わかりました。でも大丈夫ですよ。でも王の場合握りしめなきゃさ、左手とか手汗ですごい滑り落ちちゃうんだよね。今日は10時までやります。だから あと5分で夜ご飯発表するね。青そうと投げないでしょ。そんなのよ。早かったな今日の配信。申し訳ない。じゃあ分かった、握手会再開したら会うの握力も確かめてみて。頑張るから。
お腹に効果ある筋トレって。どうなんだろう、わかんないけど、あはプランクしてるってYouTube 見ながら。開けないぞ。じゃあもうすっごい力で逃げるよ。もう握力測るやつだと思って、みんなの手蹴るね。プランクの片手、あるよね。あ、でもたまにやる。でも片手はやること多い。片足はね、あんまやらないかな。でもなんか一回公園前の公園めっちゃしてた時とか、公園前のストレッチの時間に右手離して左手離してみたいなやってたけど、あれめっちゃ辛い。あれめっちゃ辛い。プランクね。でもプランク本当に限界まで行くとすっごい叫びたくなる。もう無理だからって言いたくなる。でもちゃんと家だとおとなしくプランクしてます。こちらも全力で握手するね。全力で握手して、でも絶対握力負けちゃう。右手と左足絶対つらい。ただそれで1分それ1分できるかな。いや、ちょっとわかんないけど。人生で初めて握手するの。やったー、楽しみ、待ってるよ。握力鍛えた道具、あるよね。握力鍛えるやつ、なんかこういうやつ。ちょっと握手会のためにあおちゃん握力鍛える。強くしておく必要があるな。しておいて、これくらい強くなったよって。小指握手、小指で握手してくださいってなったら小指で握手しますよ。私の小指でよければ。タコありがとうございます。はい、ということで55分になったので、明日の夜ご飯を配信じゃない、発表しますね。どうしよっかな。何がいいかな。何がいいかな。どうしよっかな。どうしよう。どうしようかな。明日月曜日でしょ。どうしよう。どうしようどうしようどうしよう。私ちょっと待ってね。あっ、決まりました。決まったけど決まった。決まりました。青がすごく今食べたいものいます。じゃか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 じゃん。シチューです。シチューなんですけど、なんか前もしたかなって思って、どうしようって思ったんですけど、シチューが食べたいのでシチューにします。
私は食べるわけじゃないんですけどシチューで。お腹すいてきた。なんか YouTube でシチューが映ってて、シチューを見て YouTube でシチュー食べたいってめっちゃ思った今日。あ、ビーフシチューはねビーフシチューはそうでも美味しいよね、ビーフシチュー。でもちょっと今牛肉と距離置いてるのでちょっともうすぐ近づいてもいいかなって思うんですけど2021年始まって早々牛肉と喧嘩したから。はい、いやでもめっちゃ、ね、めっちゃ美味しいステーキとかすっごい食べたい。はい、ということで明日の配信は夜の20時から22時で2時間しようかなって思います。配信のめっちゃ最初の方に行ったんだけど、しばらく朝配信じゃなくて20時から22時の 2時間配信をしてみようかなと思って、ちょっとまた戻すかもしれないけどそうしてみようと思ってという感じで、以上古田と葵でしたおやすみ。すごいなんかとてもなんかすみません、でもこれからもよろしくお願いします。改めてっていうか、ゲスト私のありがとうございます、すごい本当にありがとうございますおやすみ、また明日ね、バイバイおやすみなさい、また明日ね、バイバーイ。おやすみなさい。